こんにちは、イタヤンです。今回はですね、ちょっと大きいカシの木をやっていきたいと思います。まあ、あまり、背が高いので参考になるかどうかわからないんですが、一応こういう素材があったのでやってみたいと思います。これぐらいですね。これが、今ここにあるのが10尺ぐらいですかね。なので3メーターぐらいなんですが、さらに上に2倍ぐらい高いので、6メーターぐらいはあるかなと思います。で、大体、まあ、樹幹に沿ってやってはいくんですが、徒長枝が出ているので、ピンピンと出てるので、まあ、基本的にはそれを落としながら、あとは少し透かしを入れていく感じですかね。結構大変ですが、やっていきたいと思います。では、やっていきたいと思います。それでは6メーター級の、カシの木をやっていきます。今まだ下の方ですけど、ね、こういう感じで徒長枝がすごいですね。でもまあこれ元から、こういうのは元から落としてね、1年でこれぐらい伸びます。まあ1メーターは伸びますね。1年に1回の手入れなんで、ここは。まあ1年に2回した方がベストだとは思います。よし。まあ、とにかく上がってきます。ここ、下から邪魔になるものはまず落としといて、こういう胴吹きを落としながら、上がっていきまーす。これもね、これはもう取っとかないと、次世代の幹って感じですけど、これはいらないので取ります。よいしょ。僕はこう取りながら上がっていくんですけど、よいしょ。こんなとこから生えている。まあ、立ち枝ですね。立ち枝、で、胴吹き。で、まあ、胴吹きも活かせれる場合、活かしてもいいんですが、この場合はもう、形ができているので、あまり、よっぽどね、そこに、よいしょ、枝が欲しいというときは、長年のですね剪定の結果こういう風になってるんですね。だいぶ、僕が頭の方をやらせてもらえてからもう3年ぐらいはなるかな。だいぶ以前は団子状の、団子状の枝が多かったんですが、ちょっとずつですね、団子を解消していきながら、お、雨が、なるべくね、透かし剪定でできるように手直しをしながら
作っていったんですが、だいぶおっとカメラの位置がずれそう。まあこういう小枝は生理的に日が当たらないのでダメになっていくんですが、これはよいしょ、こういうよいしょ、大木は頭を出してやるんですが、まずちょっと下から見てですね、まあこれ全体で頭になっとるんで、イメージをして、どれを取ってどれを残すか考えながらやっていきます。で、こういうふうに立ち枝を落としたところ、こう、 うまくカルスが、カルスって言ってこう、周りから腐れないように木が自らですね、傷を塞ごうとしている状態ですね。こういう切り方が一番ベストになります。こんな感じ。さあ、一年ぶりにやってきました。そ、うん。だいたい、ここが中心ぐらいですかね。なので、まあ、自分が頭を出せるところを探して、基本的にはこういう徒長枝、徒長が出るので、こういうのを押さえながらこうね、樹冠をイメージしながらです。してこういうのは立ち枝だから、でこう、なるべく、短い、枝に、切り戻してあげます。これも、そうですね。で、邪魔になるようなところは、落としていきます。この場合、一本でもいいです。で、これを、これ強いですよね、この。周り見ましょうか。周りこんな感じですね。これただこうやって、なんていうんですかね、こう、刈り込みのようにこう、こうやって、やっても、形にはなります。おっと。で、うん。そう、一応形にはなるんですが、これだと、また、切ったところからまた伸びるんで、結局これだったら刈り込みバサミとあまり変わらないような状態とか、まあ葉っぱ切らないだけまだマシなんですが、中に火が入りにくいのでね、これでちょっと透かしていきます。
まあ、順番的に今のような感じで、徒長だけ取って、それから、やっていってもいいと思います。まあ、そうですね、こういう感じのとか、これは下にあるので、こう取っていきます。できるだけ、途中で、この辺とかで切らないで、こんなとことかで切らないで、切るだけ、こうですね、斜め、こんな感じで、でいくといいです。で、まあ、邪魔になるものは、これ結局邪魔になるな。で、いかに、抑えながら形を維持するかっていうことを考えて僕はやってます。こういう3つある場合は、まあ、蜜を割るというふうに、三つを割る。三つを一本、まあ二本するっていう意味で真ん中の一本を取ります。真ん中のがやっぱ一番こう強く伸びるんで、勢いを、逃してやります。で、上に向かうものをとにかく落とします。で、これは、そうですね。きっとこれが強くなるでしょう。から、ちょっと角度を変えて、で、この先ほどこういうのこういうのを残しておくとゴツゴツしたような感じの枝ぶりになるのでできるだけ落としておきましょう。でこういうのとかもここで切り返しつつ、さっき切っちゃったから、で、これも真ん中を取る、立ってるから落とす、で。必ずしも、二つ、この場合は、こうですね。ちょっとピッとこういうのとかを、こうやって、手で取ってあげると、ちょっと、プロっぽい感じですかね。はい。真ん中取って、こっちは邪魔になる。で、長いものを取ると。あ、不発。
で、これも、戻って、一回幹の方へ戻って、また、で、こう言ってるんですけど、こういうのは、下に充実してきたから、一回、ポッ、多少穴が開くんですが、これぐらいの空間はね、木が勝手に埋めてくれるんで、それほど、頭上から見る人はいないんで、とにかく、真上から見るような人はいないと思いますので、こんな6メーター級をね、真上から眺めるような人はいないと思いますのでね、多少真ん中に穴が開いててもいいんですよ怒られるかもしれないけど、こういうのも。そしてで、これを見たときに、これも強いから落とすと、はい、このようなこういう強い枝、結局これ多分また強い枝が出ると思うんですが、ちょっとずつですね、ちょっとずつちょっとずつ下げていくと、木にダメージが少ないですね。はい、ちょっと説明しながらなのでちょっと難しい。これは内向きでですね、取ってやるとこれが伸びやすいです。まあ、中芽もやむを得ないです。中芽っていうのは、枝のね、途中で。だけど、まあ、葉っぱがあるところで落とすと。いう感じです。これも内向きなんだけど、そうですね、こんな感じですね。で、ここな。で、頭、樹幹、樹幹じゃない、頭の方は、結構、難しいですね。いろんな方向を向いちゃうこともあるんですが、少しずつね、整えるしかないかなと思います。一気にやっちゃうとね、また徒長枝が増えるだけなんで、こういうのとか強いんで、で、こうできるだけ元で切ると、もうちょっと丁寧にした方がいいかな。はい、皆さんに伝わりますでしょうか。しゅ、何分高いところで足を踏ん張って、これはここがいいかな。しゅ、やってるので、しゅ、これもね、まあ、立っているんですが、これも外目で一回取ると、外目ってこう、はい、細かいですが、ここから、こうこう出るんですね。こっちで切るとこう出ちゃうから、こっちで切って、なるべくこういう感じで、出るような根の切り方を意識します。の場合もこっちで、まあそこは、慣れですね。またも
よいしょ。うん。少し、よしとくか。まあ、中が枯れちゃうね。よいしょ。まあ、僕もまだまだ、修行、一生修行かもしれないですが。毎年試行錯誤ですね。だからこういう風にあんまりあっちこっち行くのも良くないらしい、ないですよね。はい。ちょっとまあざっとですけど、こんな感じで見ました。はい。まあ頭の方はそういう感じで揃えていきまーす。動画が長くなっちゃうので一回ここで止めようと思います。6メーター級のカシノキ終わりました。こんな感じになりました。どうですかね。まあだいぶ透かしましたが、まあこの程度でいいんじゃないかなと思います。はい。ちょっと近づいて見てみましょう。今下から撮っているんですが、まあ、風に葉っぱがそよそよとなびく程度に、仕上げてあります。全体はこんな感じです。上の方はよりも、下の方が濃ゆくなるような感じでやるといいです。で、上の方はどうしても日がよく当たるので、薄くしといても大丈夫だと思います。まあ今冬なのでそれほどスカスカにしてしまうとカシノキはそうですね、寒い耐寒性があまりないようなので、まあ少し濃いめですけども、これぐらいでとどめたいと思います。でちょっと一かさ、頭の方は取ったんですが、と一枝ちょっと剪定動画を撮るのをできなかったんで、お見せしようかなと思います。こんな感じで、なってますが、もともとですね、ここの同じ位置でこうチョキ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 とですね切られていたもんですから、こういうごついごつごつした団子状になってたんですね。で、それを、まあ、少しずつですが、こういうふうに枝を配っておいて、なるべくその、ごつごつした状態を解消するように、まあ少しずつやっていってるところです。はい。じゃあちょっと上の方は、まあこれぐらいの、こんな感じですかね。透かし具合、わかりますか？まあ、こんな感じで、結構大木は大変なんですが、無事に剪定し終わりました。ちょっと角度を変えてみた。こんな感じです。はい、まだ少し頭の方が重たい感じはありますが、また来年の課題としておきましょう。それでは今回以上です。